皆さんこんにちは、安部氏です。未来屋書店日の出店限定ミステリー文学の本棚コラボ海外ミステリーフェア、こちらのチャンネルのフェアが書店でもう開催されています。ありがとうございます。開催されてますとかちょっといきなりすぎてよくわからないと思うので、今回は開催場所とか開催内容みたいな、そういったフェアの概要についてお伝えしていきます。そんなわけでこちらの動画が上がっている頃にはもうすでにフェアが開催されていて、数日前からもう SNS とか、チャンネルコミュニティ機能とかそういったところでフェアが開催されましたみたいな開催スタートの告知自体はしていて、そこで驚かれた方たくさんいらっしゃると思いますので、まず簡単にフェアの開催の経緯から説明していくと、実は書店員さんから今回のフェアをご提案いただいて実現しました。でそういったご提案をいただいたので、ああもうぜひお願いしますという感じで、このチャンネルの公認という形で開催みたいな、そういった経緯があり実現したというフェアになっていて、しかもこのフェアをご提案くださった書店員さんがなんとチャンネルの視聴者さんでずっと動画を見てくださっていた方ということで、もうねめちゃくちゃ感動して、いや本当に嬉しかったです。続いてフェアの概要ですね、内容とか開催店舗とか開催期間についてお伝えしていきます。まず今回のフェアの内容について紹介していくと、今回のフェア海外ミステリーのフェアとなっております。これまでチャンネルで紹介してきた海外ミステリー作品がずらっと並んでいるようなフェアになっていて、これまでねいろんな企画、購入本紹介、読んだ本紹介、読書 Vlog、 今気になっている作品紹介、年間ベスト動画、あとは〇〇生活みたいな、なんかそういった企画動画とか本当にねいろんなことをやってきていて、でそういった動画で紹介した作品の中からの選書になっています。それでぜひお願いしますってなってから、もうすぐに今回のフェアのもう選書したリストを送ってくださって、その選書が本当にすごくて、このチャンネルをやってるこの本人が見てもあすごい面白いなってなるようなリストで本当にすごかったです。続いてその選書の内容ですね、どんなジャンルとかどういった雰囲気なのかっていうのをお伝えしていくと、今回は文庫本メインのフェアです。ジャンルとしては海外ミステリーいろいろあるんですけど、たびたび推している北欧ミステリーが結構充実していて、それで文庫メインでお伝えしたんですけど、これもたびたび紹介している早川ポケットミステリー、通称ポケミスの作品もあります。今までね動画を見てくださった方は、そうそうこれ気になったんだけど読んでなかったんだよねみたいな、そういった作品が絶対見つかると思うのでぜひ探してみてほしいです。続いて開催場所と開催の期間ですね、今回のフェアは未来屋書店日の出店限定のフェアです。未来屋書店のもうどの店舗でやってるよっていうフェアではなくて、日の出店限定のフェアとなっております。なのでそこだけね注意していただいて、行ったことなかったのでネットで調べてみたらイオンの中にあるお店みたいですね。でこちらのフェアの開催期間2月の上旬からもうスタートしていて、3月いっぱいまで開催予定です。開催店舗の URL は動画概要欄に記載しておきますのでぜひチェックしてみてください。そしてもう一つね大事なことをお伝えしたくて、そのフェアの開催を記念してあるものを作りました。配布物みたいなフリーペーパー的な感じでね持ち帰っていただけたら嬉しいなと思って作ったものがあるんですけど、それがこちらです。今回フェア開催を記念してこのチャンネルの名刺代のカードみたいなものを作りました。表こっち側で裏こんな感じなんですけど、表と裏のデザインはこんな感じになっております。すごいシンプルなデザインなんですけど、表面にはチャンネル名とねチャンネルのまあ、ロゴみたいなのが掲載されていて、で後ろはそのチャンネルの QR コードと SNS のいろんなものが書いてあるよみたいな、そんなデザインとなっております。フェアの開催場所に置いてあると思いますのでぜひ探してみてください。続いてこれまでこのお話を聞いてきて気になっている方もいると思うんですけど、実際の売り場の写真そして動画書店員さんに送っていただいております。ありがとうございます。ちょっとだけお伝えしていくと、実際の売り場はこんな感じです。はい、というわけで未来屋書店にやってきたわけではなくて、こちらは書店員さんが撮影して送ってくださった映像になります。ありがとうございます。はい、というわけで早速ねお店の方に入っていくと、いやもうね広い、すごい素敵な店舗でワクワクしながらね歩いていくと、はい、ここに開催場所がありました。すごい、いやもうねめちゃくちゃ感動ですね。上にはフェアの説明とチャンネルの紹介のパネルとかもあって、もうね推し作品がずらっと並んでいます。
おすすめ動画紹介と、なんとパンのぬいぐるみがあります。めちゃくちゃすごい。いやー、こちらは Vlog で紹介した作品ですね。うん、今まで紹介してきた海外作品がずらっと並びつつ、国旗とかも飾ってあったりとかしてめちゃくちゃいいです。はい、ここからはポケミスのコーナーになっています。ポケミスの説明も書いてあって、はい、ポケミス並んでますね。いやー、これまで紹介してきた作品がこうやって並んでるのを見るともうめちゃくちゃ感動で本当に嬉しくて、いやー、あ、ここにチャンネルのカードがありますね。うん、いやもう本当にすごい、本当に嬉しい以外出てこないんですけど、こんな素敵な開催場所を作ってくださって本当にありがとうございました。最後に今回のフェア開催にあたって少しだけメッセージのようなものをお話ししていくと、書店でのフェア開催っていうのはずっと目標でした。なので本当に今夢が一つ叶ったなっていうような感じで、そのいただいた選書リストもずっとこのチャンネルを見てくださってたんだなっていうのがすごく伝わってくる、ものすごい熱量も感じたし、本当にありがたいなっていうリストになってて、それを見てすごく嬉しくて、今回のフェアを提案して、で準備をして開催してくださった書店員さんにはもう本当にもう本当に感謝しかないです。そろそろ5周年というタイミングで動画でこういったご報告ができてもう本当に嬉しいし、今回こういったフェアの開催が実現できたのはいつも応援してくださっている視聴者の皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。最近動画のコメントで海外ミステリーすごく気になってますとか、実際に読み始めてみましたみたいなコメントが結構増えてきていて、それもねすごく嬉しくて、今回のフェアも海外ミステリーのフェアなので、今回のフェアをきっかけに今まで紹介してきた海外ミステリーがもっともっとたくさんの方に届いたら嬉しいなって思うし、海外ミステリー面白そうだな、気になるなっていう方が実際にその作品を手に取るきっかけとなったら、いや本当に嬉しいです。少しずつ少しずつこんな感じで海外ミステリーの輪みたいな、そういったものが広がっていって、ちょっとずつでも海外ミステリー盛り上がっていったらいいなって、最近すごくそういう思いが強くなっていて、ちょっとねいろんな思いが込み上げすぎてちょっと話がまとまらないんですけど、そんなわけで今まで動画を見てくださって応援してくださっていたパンの耳の皆さんには、ぜひ今回開催されている開催場所、その売り場を見てほしいです。これは本当に見ていただきたいなって、初のフェアなのですごく嬉しいんですけど、その一方でやっぱめちゃくちゃ緊張してて、なのでフェア自体もものすごくこう盛り上がったら嬉しいなって思うし、で開催場所がショッピングモールっていうこともあるので、ぜひ友達とかご家族とか誘っていただいたり、そんな感じで実際のフェアに足を運んでいただいて、記念に作ったチャンネルのカードとか、この作品気になったので購入しましたみたいな、そういったカードとか本の写真とか、まあ、写真とかでなくて実際に行ってみましたとかだけでも全然嬉しいんですけど、ハッシュタグパンの耳をつけてぜひ SNS に投稿していただけたらもうめちゃくちゃ嬉しいです。アベシーさん、フェア開催できてよかったね、今回のフェア楽しそうと思っていただけた方はぜひ高評価を、フェア行ってみたいです、実際に行ってきましたなどなど、ぜひコメント欄で教えてください。初の、フェア開催となっておりますので、もうお祭りみたいな感じでもう一緒にね楽しんでいただけたら嬉しいです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。